どうも、吉本プラモデル部副部長の鈴木久太郎でございます。えー、というわけでですね、えー、今回はですね、あのー、こちらの、えー、こちら、えー、ガールズパンツァー最終章のですね、新キャラクターですね、BC 自由学園の、えー、生徒たちが乗ってる、これ FT-17 というですね、こちらですよ、フランスの戦車ですね、 これ、あのー、購入してまいりました。え、72分の1ということなので、まあだいぶちいちゃい、ちゃいちなね、えー、キットになると思うんですけども、初めてですね、35分の1、えー、とかしか作ったことなかったんで、72分の1、だいぶまあ、ちゃいちなキットになると思うんですけど、新キャラ、12月にね、最終章公開されて、市場がね、えー、出たばっかり、 ですかうーん、出たばっかりになると思うんで、こちらちょっと、開けてみたいと思います。パッパッパーン、パンツァー4ですね。えー。あー、あー、なるほど、なるほど、なるほど。はい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 。こうですかね。こうなってますね。もうこれだけ、パーツ。さすがに1 72分の1なんで、これだけでございます。ね。えー。 これだけですよ。はいはい。おーこれは、<laughs> 俺これ多分初めてかなぁ。これ、ジップロック方式になってますね。これ、ほら、ジップロック方式になってます。こうやって。あ、すっげえこれはいいですよ使い終わったらね、これなんか、途中のお野菜とか、ねお漬物とか入れておけますから、あ これで、お漬物をね。あの、浅漬けとか、もみもみとかもできますし。ええー、いいですね。というわけで、気になる中身。この中にまたさらに、ジップロックになってます。あーすごい。すごい、ジップロック、ジップロック。すごいですよ。さあ、あーというわけで、こういう感じか。はい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 、はい。ああ、やっぱり72分の1なんでちっちゃいですね。まあ、私と顔と比べてみてもらえればわかると思うんですけど。 こういう感じですよね。はい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 。はいこれ、もう、例えば、あじゃあ他のこ、このパーツでしょあともう一個。ああージップロック方式になってます <laughs> ジップロック。初めてですからね、このプラッツのやつ買うの。えーそうなんですね。あの、ガルパンのやつって、 ジップロー公式に他のもなってんすかねこれ、はい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 。これですよ。タミヤはなってないから。これ、はい。これですね。はい。リタイ。こういう感じなんですね。すごい小さい。すごい小さい。だって、ね、普通だってこんくらいはありますからね。これがこのくらいですから。だいぶ小さいですよ。このパーツと、えー、あーすげえなー はいはいはい、これボディですね。あ、ジップロック方式でーす。<laughs> すごいなぁ。これがですね、体ですね、ボディですかね。はい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 。あー、このようになってますね。はいはい。えー、えー、こうやって、こういう風うに部品が入ってまして、あ、これ、あ、ちっちゃい。これ、これはジップロック方式。ジップロックですね。そして、そして、 これですね。ここにも、このように、小さく入ってますね。このように入ってますよ。はいはいはい。ああエッチングパーツついてるはい。ジップロック公式 <laughs> すごいっすね。ああ、ちゃんと、ほら。すごーい。すごいすごいすごい。はい。というわけで、であとは、やっぱりね、ガールズパンツサーのね、 このプモを買うんだったらやっぱりまあデカールですよねやっぱそれが一番大事なところだと思うんですよねえ全く同じ戦車はタミヤさんのところにも出てますからはいこちらああ <laughs> ジップロック公式じゃないこれだけジップロック公式じゃないああこれはジップロック公式じゃないですねはいはいはいちょっとこれ出しましょうかこちょっと、うんちょっと待ってくださいはいはいはい ああ、いいですよ。これ、これ、これ。これが一番大事な、肝と言っても過言ではないと思うんですよね。というわけで、これデカールと、あとですね、説明書。これ、すごい。漫画になってますよ。ほら。へえー。 すごいですね。漫画になってて、そうす。あ中は、えーまあ、このようになってると。これもう簡単な、ね、そんなにパーツもないので、簡単な、えー、説明書になっているということですね。あ、でもこの漫画になってるだけでも楽しいですからね、これ、嬉しいですよ。ね、早く2話が見たいですよね。さあ、というわけで、じゃあちょっと、 わかりやすく並べてみますかね。はい。はい。というわけで、こちらがですね、箱の裏に、えー、パーツ全てを並べてみました。これだけでございますから、まあ、組み立てはね、もう、簡単にできるんじゃないかと思います。それでは早速、こちらのを組み立ててみたいと思います。さ、えー、というわけで、完成いたしました。 えー、こちらですねはい小さいねこれとりあえず今ね大阪のホテルなので、えー、今日はですね塗装まではできませんでしたが、えー、この組むところまでは、えー、一応完成ということで、えー、小さいですねタバコがこのぐらいですからねー だいぶ小さいと思いますはいえー、このような暗いかなこのような感じでございますねいやーあのねホテルでねあの急にやりましたのでここら辺のパーツとかピンセット買ってくればよかったですね 近くにね、ボークスさんで買ったんですけど、これ、ピンセットまで買わなかったんですよ。地獄でしたね。いやあ、というわけで、これあとは塗装して、えー、最後までデカールですね。ガルパンの肝、このデカールまで貼ったところをまた次回アップしたいと思います。えー、チャンネル登録よろしくお願いします。